追いついたぞ、指揮。ほう、よくここまでたどり着いたな。大したものだ。貴様らは堕落した人間どもとは違うらしい。だが遅かったな。全ての準備は整った。あとは常磐のオロチを目覚めさせるだけだ。見えるかね、私の背後にそびえる巨大な姿が。これがかつて世界を滅ぼした鬼、常磐のオロチだ。ただの塊じゃねえか。封印されたのだ、この地に栄えた超文明の民によってな。この鬼こそ時を超える力の結晶、人の身で神に近づくための器だ。あくまで過去を変えようっていうの？一体何のために？メイドの土産だ。貴様らにも真実を教えてやろう。真実？太古の昔、この地には超文明が栄え、万能の技カラクリを使った戦いが起こった。その戦いの最中、人は異界に住む鬼を見つけたのだ。その未知の生物は人知を超えた数多くの能力を有していた。人々は考えた、その鬼の力を我が物にできたらと。鬼を露覚し、からくり、魂の力で操れたらと。そしてそれを実行し、初めてこの世に鬼が持ち込まれたのだ。人は鬼を使って戦い始めた。何万何億という人間が殺され、その魂は鬼を強化するために利用された。だがやがて鬼は暴走を始めた。あまりに多くの人の魂を食らいすぎたのだ。鬼は人の支配を逃れ、地上を蹂躙していった。そして文明は滅びた。生き残った人々は最後の力を結集して、鬼とカラクリを封印し姿を消した。だが惜しいかな、全ての鬼を退けることはできなかった。一部の鬼は時間の彼方に逃げ去り、数万年後の世界に現れるようになった。それが貴様らの戦っていた鬼の正体だ。そんなヨタ話を信じろってのか。信じる信じないの話ではない、これは事実なのだ。なぜそう言える？そうよ、理由を言いなさい。簡単なことだ。私が超文明に生きた人間の生き残りだからだ。なんだと。私は数万年前、カラクリ技術を生み出した科学者の一人。鬼、常磐の愚しをもって愚かな人間の戦争を終わらせようとしたのだ。人を争いに駆り立てる怪物、歴史を破壊することによってな。だが愚か者たちの妨害に遭い、常磐の愚しを封じられてしまった。私は追い詰められ、仕方なく未来に逃げた。そしてこの時間にやってきた。物の府に入り込み、常磐の卸が封じられた場所を探した。その果てに
ようやくたどり着いたのだ。今この場所に、今こそ宿願を果たす時だ。時はのオロチを使ってな。どうしてそこまでして？大義の前に個人的動機を問うても意味はない。だがあえて言うなら、家族を奪われたからだ。家族を？バカどもが鬼を使って始めた戦争に私の家族は巻き込まれて、この世から消えた。妻は死に、娘は鬼門の彼方に消えた。愛するクラネ、今も時間流の中をさまよっているだろう。それを救わねばならん。数万年の時間を遡り、この誤った時間の全てを正しく変える。一つ聞きたい。私の助手のことだ。実験体とは一体どういう意味だ？ああ、それのことか。霊山の上層部に壊れてな。鬼の力を人間に移植する実験を行っていたのだ。こやつはその時に使った実験体だ。鬼の力を移植だと？空間を超える力、あまたの御霊を喰らう力、もっとも手慰みのような実験だったのでな、うまくいかず廃棄したつもりだったが、ここまで成長して戻ってこようとは。見事だぞ、からくり使い。さあ、知らぬな、どこぞのもののふだったのではないか。霊山の上層部に壊れたっつったな。どういうことだ？考えてもみろ。私が何の後ろ盾もなくここまで動けたと思うか。いるのだよ、霊山にも身にそぐわぬ欲望を抱く堕落した人間どもが。人の悪意の底深きことよ、その腐敗。私が取り除いてやろう。なるほどな。話は大体わかった。長々とご苦労。もうお前は用済みだ。あとやることは一つしかない。お前をぶっ飛ばして戦いを終わらせる。妙案だ、博士。ようやく出番らしいな。貴様らにできるかな？やらせるか！なに？無駄だ。今使命は解かれた。私は鬼となってこの地のあらゆる歴史を破壊する。
よし。行かせはしない。ここで宿命を断ち切る。私たちの手で。